スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報がありますので、どうぞ。渋野日向子、青木翔コーチと悟さんが熱く語った、コーチと父だからこそわかる、2019競技の躍進とその原点。日本女子プロゴルフツアーの最終戦、リコーカップでの優勝が絶望的となり、逆転賞金女王の可能性もついえた最終18番。渋野日向子21のティーショットはフェアウェイを捉え、第2打もピン横 2.5 メートルの距離に、悠々とバーディーを奪い、スマイルがようやく弾けた。ドライバーを思いっきり振って、セカンドショットもパターの強気でピンを攻めていく。この1年の彼女のゴルフを象徴するバーディーの取り方でした。そう語ったのは、渋野が2年前より師事する青木翔プロだ。高校卒業後、渋野は2017年のプロテストに失敗し、昨年の今頃は、ツアー出場権を目指す QT で宿泊していた。だが、今季は国内で4勝を挙げ、さらに8月の AIG 全英女子オープンを制し、国民のヒロインとなった。もちろん、技術的な成長が要因ですが、自分のゴルフを見つけたというのが正しい表現だと思います。彼女の潜在能力がすごかったんだなと驚かされた1年でした。しかし、足りない技術はたくさんあります。あれだけ攻めるゴルフを徹底すれば、ショットがブレることもある。その分、アプローチがスコアを左右しますから、まず、ショートゲームをさらに磨かないといけないでしょう、青木プロ。今後10年間で、全海外メジャー制覇が、チームシルコの長期的な目標だという。渋野がゴルフを始めたのは、小学2年生の頃。週末は、ソフトボールでも汗を流していた。ポジションは投手で、渋野曰く90km/h ぐらいの球速だったという。小学生ではかなり速い部類だ。父、悟さんが振り返る。投手は打たれたり、四球を出しても、すぐに気持ちを切り替えて、次の打者を抑えなければならない。当時、私が伝えたのは、そのために感情を表に出しなさいということ。プロ野球選手が三振すると、バットを折ったりして、鬱憤を晴らすじゃないですか。私は、スポーツ選手には、そういう姿勢も大事だと思っているんです。まさかゴルフで、ソフトボールの経験が生きるとは思っていませんでした。渋野は、体幹がしっかりしたアスリート体型で、グローブのサイズは、23cm と男性並み、足も 26.5cm だ。ふくらはぎは太く、足首はキュッと引き締まっている。幼い頃から、体のケアを怠らず、今季は、怪我らしい怪我が全くなかった。私は、怪我に苦しんだアスリート人生を送りました。だから、小学生の頃から、彼女には痛みがあるなら、必ず訴えるように伝えていて、私は、この症状なら整骨院、この痛みなら鍼灸と、ケアしてきたつもりです。手の大きさは母親譲り。母親も、かつてはソフトボールをやっていて、保守だったんですよ、悟さん。スマイリングシンデレラと呼ばれ、人気者となった。渋野は、今は、地元の岡山でも気軽に出歩くことができず、気晴らしにしていたドライブも控えている。不自由さはあるでしょうが、家にいれば妹と遊んで、駄菓子を食べながら楽しそうにしている。重圧。それは、私らの方が感じています。かっこ、笑い、サトルさん。五輪イヤーとなる2020年も、渋野は、ゴルフの結果とともに、スマイルが期待される。大会後、渋野はこう語った。前衛のイメージが出来上がって、ずっと笑っていなきゃいけないのかなと悩んだこともあった。でも、今は自分の人生だから、やりたいようにやっています。応援されたら、自然と笑っちゃいますよ。当面の目標は、東京五輪の出場権を獲得すること。その上で、金メダルを取りたいと話し、長い一年を締めくくった。フライデー2019年12月20日号より、取材、柳川裕二。
みんなの声、渋野日向子さん。この爆発的な大躍進に小学生の頃のソフトボールがあったのですね。悟さんの指導があってこそのものですね。しかし一つ納得できないものがあります。渋野さんがそうなってはいけないものがあるのです。それは用具にそれをぶつけるくらい感情を表に出していけというものです。落合博満さんや王貞治さん、一郎さんが怒って八つ当たりしてバットを折りましたか？超一流選手にはそんなことは決してありませんでした。渋野さんには超一流になっていただきたいのです。バットを怒って折るような二流選手には絶対になっていただきたくありません。テニスの錦織圭選手、大坂なおみ選手もラケットを投げるので心配です。本当の指導者が必要です。渋野さんの人間的にも素晴らしい成長を願っています。いつも応援しています。頑張ってください。多少うまくいかないことがあっても、あの方のようなふてくされな態度はしないでね。あなたの笑顔は素敵です。今季初めのトーナメントの再放送を見てると、惜しいパットが入らないとき、グリーンはぶったたくわ、ミスするとふてくされるわの映像がたくさん出てくる。ところが前衛以後はニコニコ顔ばかり映されてる。メディアぐるみでスターを作るのはいいが、渋野も無理やり表情を作るのは大変だし、プレーに影響しているかもしれない。ロボットではありませんので、感情を出すのは当たり前です。渋野さんのすごいのはオンオフの切り替えが早く、次のショットに持ち込まないことでしょうか。持ち前の性格か両親の教えか分かりませんが、素晴らしい特技でしょう。来シーズン開幕までにアプローチの引き出しを増やしていただき、ぜひともオリンピックに出場してください。来年の夏が楽しみです。感情を表に出すのがいいが、クラブで芝ドン、バンクドンは良くない。鈴木も渋野もやっている。イチローや宮里藍、イボミ、シンジエなど日本一、世界に通用するプレイヤーは道具には当たらない、ふてくされないというメンタルコントロールできてます。石川遼は昔テレビカメラのないとこでは道具に当たったりしてました。宮崎フェニックスの時見に行ってびっくり、デビル遼ちゃん見てがっかりしました。子供も見てるのに。ぜひ自然体の無理に笑わなくてよいです。真剣なアスリートの顔もみんな共感持てるでしょう。ふてくされ、道具に当たる、キャディのせいにするなど、某選手みたいにならなければもっと伸びていくでしょう。最近では渋野の表情はスマイルだけでなく、喜怒哀楽で出る全ての表情が話題になる。どれもが結構絵になる。スマイルだけに意識しなくてもいいのでは。私は殺し屋の目つきと評される顔もいいと感じる。今までいろいろなスポーツの試合を見てきたが、渋子が優勝した全英オープンほど感動して何度も見直す試合はない。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。